はい、はい、始まりました。皆さんおはようございます。おはようございます。追いかけうまくなるクラブのアジオです。ハナです。はい、前回はですね、似顔絵うまくなるクラブ5つのシェイプをご紹介しました。5つのシェイプです。5つのシェイプを意識して、輪郭、目、鼻、眉、口です。シルエットで捉える。そうです。で、今回も似顔絵がうまくなるための重要ポイントをご紹介します。します。今回は誰を描いてきていただいてますか？今日はね、この人です。はい、誰ですか？これはナオミさん。わかりました。ナオミさんか。似てますよね。わかんねえか。いや、わかりました。これもいい感じで、バッチリ5つのシェイプをユータさんは意識してます。この人は完全にね、丸ばかりなんですよね。丸、髪丸、この目もね、半分、たっぷりなシェイプの下にこちらになってます。そうですね。こんな感じで簡単に形を取ってますよ。これが、いきなりこれになります。なります。これのポイントを、教えていただきたいです。はい、これはね、今回また1個、キーポイントがスペースですね。スペース。この人のね、絵の中で、スペースを意識している箇所があるんですよ。はい、顔の中で。はい。さて、はい、お願いします。スペースあるから。ここですか？ここかな？間違いないですね。この余白。このスペースを、意識して、この方の、この、なんていうんですか、ちょっと服用感。服用感です。あと、まあ、体もそうですけどね。はい、はい。結構大きい方なんでね。ちょっとシルエットも大きめにしてます。大きめね。これ体ちっちゃかったら、華奢な感じに見えちゃう。華奢な感じに見えちゃう。なるほどですね。で、今回これを、この情報がね、載ってる秘宝があると。あります。僕は噂を聞きつけたんです。実はこちらです。でね、カリカチュア。トムさん。こちらにですね、すごい面白い。もう全部ね、めちゃくちゃ面白いんですけど。そうなんですけどね。全部英語なんですけど。今回載ってるのはこちらです。フェイシングですね。この顎の下にこのスペースね。このおじさん、この下のおじさんですね。いい顔してますね。いい顔してますね。似てなくねみたいなね。ちょっとね、全然似てねえじゃん。アメリカンタッチの感じなんで ね。似てないんですけども、似てないんですけど。オーバーにやった方がその方らしさは確かに出ます。パーツと余白ですね。そうそうそう。映ってないかもしれないですけど、これが骨格の骨ですよね。うん、ちょっと。ふくよかな方は、ふくよかな方は、こめかみあたりからこう、膨れていくんですよね、はい、徐々に。だから、この顎と輪郭は分けて考えられてますね、この方。そうです。で、このね、この顎、ここに来ちゃうと、あんま太った方が見えなくなる。はい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 。顎はしっかりここに取ったわけですよね。パーツがない場所を、今回フォーカスしましたね。ですね。ということで、この後は、はい、作画ムービー、チュクロ。どうでしたか ね。動画どうでしょう。5つのシルエットと加えてこのシルエットを意識して、先ほどの動画スペース一緒ですね、はい、意識して動画を見て、もらいました。似顔絵が、もしくはお絵描きが上手くなる情報を皆さんに配信していこうと思います。はい、はい、なの で、 そうです。チャンネル登録、インスタグラムフォローよろしくお願いします。またコメントにですね、芸能人この人を描いてほしいとか
もしくはいやもうそんなことはいいからこれについて教えろとかね、デッサンを教えろとかね、デッサンを語りとジョインクスさんとかまたそういう情報も発信していきますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。